暮らしとコーヒーの動画。はい、こんにちは。こんにちは。暮らしとコーヒーの動画、不定期配信分です。はい。だんだん最近金曜日夜9時の配信っていうのが定着してきて、はい、これも多分おそらく金曜日の夜9時に出ると思います。はい、ゴールデンタイムですね金曜ロードショーと同じ時間帯ぶつけてみたっていうね一つ、はい、ちょっとお知らせがあって、はい、ブラジルで一番美味しいコーヒー、はい、あれ奇跡の再入荷決定しました。そう、すぐ完売したじゃないですか。で、お叱りの言葉をいただいたりして、で、それを見た僕の下関の盟友のシモンズコーヒーさん、はい、そんなに僕さんたちなんかたくさんご要望があるんだったら僕のやつ分けてあげるよっていう。シモンズさんも去年から予約して、はい、で今年手に入ったみたいで、うん、穴色の方ですね、うん、あれがまさか彼もやっぱり穴色と思ってなくて、うん、で、すごくうちはその穴色の方のウォッシュドの方のブラジルもたくさんご評価いただいていて、はい、あれだけでもちょっとどうみたいな、うん、いるって言われて、いるいるってなって、うん、で、あれだけ1箱20キロ再入荷しました、はい、で、この動画の後に予約を6月3週目を予約を開始しようと思うので、この動画を見終わったらぜひうちのリンクに概要欄に貼ってますので、そちらの方から今回ウォッシュドだけなんですけど、そちらの販売やっておりますので、ぜひ気になってた方、買えなかった方はそちらの方でウォッシュドだけなんですけどぜひチェックしてみてください、はい、あとこのブラジルで一番美味しいコーヒーのパルプドナチュラルウォッシュドの方のリストックは各種 SNS でも上げてますので、 SNS はそういう風に緊急再入荷のお知らせなんかもそちらの方でやると思います。はい、はい、で、いよいよ本編というかいよいよ本題なんですけど今日何やるかっていうところですね、はい、前回動画のいつもの第1部あるじゃないですか。今日も多分開催されたと、本放送が8時からだとすると7時、1時間前から第1部というのがうちのチャンネルやってまして、プレミア公開のチャット欄でああだこうだみんなで話すっていうね、始まる前にもうちょっと疲れちゃうみんな結構あれ好きというか、僕もあれ大好きで、はい、みんなでワイ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 やってるのがすごい楽しくて、中でたくさん本当にアイディアとかも出てくるんですよ。ツイッターもそうなんですけど、これやってみたらどうとか、これって知ってるとか、いろんな意見が出てきて、うん、今回その中で出てきた中で、はい、ずっと僕気になってたというか、このこちらですよ、バターコーヒー、うん、完全無欠コーヒー、うん、なんだろう、ブレッドプルーフコーヒーだったかなっていう。バターコーヒーってそもそも昔あったらしいんですよ、うん、昭和とか普通にバターを浮かべるの。あ、そう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 、アレンジコーヒーの一環としてバターコーヒーっていうのがあって、うん、今はそれとは用途が違うこちらの完全無欠コーヒーというかバターコーヒー、うん、ちょっとダイエットみたいな感じ。そうですね、というのが何年前本が出て、でその後流行ったんですよ、うん、で今はどうなんだろう、皆さん結構チャット欄ではあ知ってるとかやってるっていう方が多かったんですけど、うん、このバターコーヒーについて今日はやっていきたいと思います、はい、でなんでバターコーヒーがいいのかとか、うん、バターコーヒーでこうなりましたっていうのは、うん、概要欄にそれぞれこう第一人者がいるんですよ、うん、ドクターだったりとか、あとは芸人さんがやられて実際痩せられたっていう動画もあって、それはもう概要欄に貼って僕らが触れることじゃないなっていうふうに思いますので、ぜひ概要欄の方からチェックして、上にもピロンって出てるかなの方から出ていただくと、なぜバターコーヒーがいいのかっていうのは出てきます、はい、で僕らは何をするかというと、はい、このバターコーヒーがどのコーヒーによく合うのか、うん、これね意外とみんなやってないんですよ、うん、どんなコーヒーをバターコーヒーにしたら美味しく楽しめるのか。でバターコーヒーにするコーヒーってレギュレーションというか本だったりの中にはなるべく新鮮なコーヒーみたいなあざっくりとした書き方なんですよ。実は僕も何ヶ月前やってたんだよね、はい、バターコーヒー、はい、で1ヶ月せずに4キログラム落ちたんですよ。でそれをずっと維持してるっていう状態で、夏美店長やってないんですよね。やってないです。ちょっと飲んだことぐらいはある、はい、なんですけど、まあ、実際僕もキリというか、なんか痩せるっていうより頭が冴える方が効果がでかいんですよ。いい油を朝取ると
この頭が冴えて、あと空腹感が和らいでお昼ご飯食べなくていいって、そう、なんかそう言って聞く、で、あと僕今令和喫茶って企画をお店でやってるじゃないですか、はい、あれをやってるんで昼を今食べないといけない。でもそうなるまで僕ダイエットこのバターコーヒーだけで本当に夜までお腹が空かないぐらいの感じでした。朝しか食べてない、てかこれだけでやるっていうね。僕は結構聞いたけどこれも個人差があるみたいなので、で、あとちえちゃんがこれやろうと思って準備してたので、そのあたりも含めて、美味しいバターコーヒー、どのコーヒーが合うのかっていうのを今日はやっていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。暮らしとコーヒーの動画。このバターコーヒーを作るのにコーヒー以外に何が必要かっていうのを説明していきたいと思います。はい、まず必要なのはグラスフェッドバターですね、これはあの牧草だけを育った牛から取ったミルクで作るバターで無塩のものを用意しています、はい、あと MCT オイル、これココナッツオイルですね、特殊な作り方をしているやつ、良質な油ですね。でこれは開封後は MCT オイルもバターも、冷蔵庫で保存するような感じになります、はい、であとはその攪拌するものですね。僕らが推奨しているのは、ハリオのこれとあと上にビーンっていうのが一緒になってるこのミルクを温めるやつなんですけど、これが非常に手早く均等に混じります。均等に攪拌できるものがあればそれでもいいですし、なければこういうものがおすすめです。ちなみにちえちゃんにはもうこれを送ってますので、ちえちゃんはこれでやります。はい、でちえちゃんグラスフェットバターは成城石井で買ったって言ってたんですけど、この、グラスフェットバターと2個ですね、こちらの MCT オイル、それからこの攪拌するやつは Amazon で買うことができまして、これが一番簡単に手に入るかなと思います。これは概要欄に貼ってますので、ちょっと始めてみようかなっていう方はこのセットがあったらこれと同じものができますよっていう感じです。であともう一つ、ちょっとこれ番外編なんですけど、ギーというものがあって、はい、こちらのグラスフェットバターより少し割高なんですけど、作り方がよりこう自然に近い作り方をしているバターみたいなものなんですよ。バターオイルとかギーというもので、こちらはこちらのグラスフェットバターと比べるとちょっと野生味の強い味わい、味が濃いんですよね。ですので、まあ、こっちでやられてる方もいるので、今回も Amazon のグラスフェットギーというものをご用意していて、で多分これとこれとで合わせるコーヒーも若干変わってくるかなと思います。では今から実際にこの完全無欠コーヒーですね、に合うコーヒーを探すっていうのと、こちらのギーに合うコーヒーを探すっていうことをやっていきたいと思います。はい、はい、暮らしとコーヒーの動画。はい、では夏美店長、はい、バターコーヒークッキングの時間です今、一杯取りで 200cc のコーヒーを取りました、はい、でバターコーヒーいろいろ僕飲んでみたんですけど、はい、まあ、基本的にどんなコーヒーでもまあまあ合うんですよ、うん、ただバターと油、なのでボディが弱いコーヒーだとバターと油の味がすごく勝っちゃうんですね、なので、まあ、うちはカフェオレをする時もそうなんですけど、ガテマラのコーヒーがすごいボディ感があって、はい、チョコっぽいニュアンスがあるので、このバターと油に非常によく合うということで、今日はガテマラのコーヒーをドリップで抽出しました、はい、これで作っていきましょう、はい、まずバターですね、はい、もうそこに入ってます、はい、何グラムでしたっけ？ 10グラム、はい、10グラムのバターが入ってます、はい、
で、これから MCT オイルを、小さじ2杯なんで小さじ1が 5g なんで、まあ、大体 10g ぐらいで、これ結構 MCT オイルが合う合わないがあって、合わないって体に、うん、っていうのがあって、ちょっと調子悪くなっちゃうっていう方もいらっしゃるんで、うん、初めてバターコーヒー飲むときは MCT オイル1杯から試していって、うん、あ、これ大丈夫ってなったら2杯に切り替えるっていうのも1個手ですね。結構これで合う合わないが出てくるんで、 MCT オイル最初は1杯でやってみてください。まあ、今回は夏目さんちょっとどうする？2杯いく？やってみようか。合う合わないってどの時点で分かるんですか？飲んでしばらくしたらなんかちょっと胸が気持ち悪いみたい。まあでもやろうか、2杯ね。どうぞ。はい、はい、じゃあ2杯。そうなの？あるんですよ、結構。はいはい、1杯。オイルだけど結構サラッとしてる。そうですね、あの料理には使えないらしいんですよ、それ。ドレッシングとか、あとかね、そういうやり方です。はい、そこに 200cc の、はい、コーヒーを入れてあげて、で、このバターコーヒーで一番大事なのは攪拌してあげることなんですよ。はい、綺麗に混ざらないと意味がないらしい。なんで均一に攪拌するためにそれでビーンってやってください。はいはい、はい、それ押してる間もあるやつ。じゃあ入れてから押す。はいはい、これってどうやったらしっかり混ざった合図？バターのかけらが見えんことになったら、もう色も明らかに違うでしょ、うん、まだバター回ってます。回ってる。ちょっと上の方にピューって上げて、上げながら下にまた落としながら、結構上まで上がってくるね。はい、200はちょっとコーヒーの量減らしてもいいです。かさがすごい。はい、混ざったかな。はい、OK、混ざりました。おお。はい、これで完成です。はい、美味しそうだよ。美味しそうだよね。まあ、実際に乳製品とコーヒーってよく合うから美味しいんですよ、うん、で泡も含めてそれで完成です。はい、じゃあ夏美店長、実際に飲んでいきましょう。はい、暮らしとコーヒーの動画では、夏美店長、はい、飲んでみてください。いただきます。これ、大きいカップじゃないとダメなの？そうですね、200cc 以上にはなるし、うん、泡でもポってなるんで、ちょっと大きめなマグカップがおすすめですね。うん、泡は、思ったよりなんかすごく柔らかくて、うんうんうん、すごい液体がスッと入ってくるで、うん、コーヒーの苦味もあるし、なんか思ったより飲みやすい。ちゃんと美味しいでしょ。うん、美味しい。なんかね、あのバターコーヒー美味しくないっていう方もいらっしゃって、それ多分ね、コーヒーが合ってないんだと思う。オイル感は結構ありますね。うんうんうん、うん、で、なんかやられてる方のレビューとか見てると、うん、インスタントコーヒーでやってみたとか、うん、なんかこうお求めやすい価格帯のコーヒーでやられてる方も多くて、やっぱりあれって酸味が強かったりとかいろいろあるので、多分それは合わないと思ったんですよ、僕。なので、この自家焙煎というか焼いてるコーヒー、ちゃんと焼いてるコーヒーで、うん、ちゃんと焼いてるっていう声がある。そう、そもそも新鮮な豆の、そう、新鮮な豆の定義がやっぱりそれも実は見逃せないところで、焙煎したてのコーヒーで、なおかつ酸味があるコーヒーよりはこれちょっと重めのコーヒー、うん、ガテマラとかね、あと深入りのブラジルとかマンデリンとか、うん、あのあたり非常に相性が良かったので、この後あのバターコーヒーにおすすめのコーヒーコーナーをインターネットのうちのウェブショップにも作っとくので、あのバターとかは販売はできないんですけど、それをバターを買ってどういうコーヒーがいいかなっていう方はそちらの、カテゴリーを見ていただくと、あ、こんな感じなんだっていうのが分かると思います。はい、バターコーヒー実際にやってるとめちゃくちゃ頭が冴えるんですよ。でお腹が空かないっていう、はい、多分昼まで全然お腹空かないと、はい、うん、でもなんか合わないと逆にお腹が空くっていう方もいらっしゃって、お腹が空いた場合は無理せずに食べた方がいいそうです。ああ、そう、うん、でもこれ本当痩せるより頭が冴える方が効果が僕は大きいなと感じたんで、結局バターとかも入ってるからカロリーとしては結構あるってことですよね、うん、
あのね、これ何が重要かというと、朝良質な油を体に入れることが大事なんだって。だから MCT オイルとグラスフェットバターで、うん、何でもいいわけじゃなくて、うん、良質な油を体に取ることで体が覚醒するっていうのを、あの教授が言ってるので、で結果脂肪が燃えるっていう、うん、いうところがあるらしく。じゃあこれを食べて おやつとかダメだね。そうだね、っていうかお腹空かなくなるらしい。あ、そうか、うん、そういう食欲もなくなっちゃう。食欲もある程度減退するらしいですよ。はい、ということなので、このバターコーヒーですね、はい、意外と皆さんなんか美味しくなさそうっていうイメージがあるんですけど、うん、どうでした、夏美ちゃん、実際飲んでみて。あ、思ったより美味しかった。あ、そっか、ありがとうございます。あ、じゃあこの後は、ギーを使って別のアレンジをやってみたいと思います。はい、暮らしとコーヒーの動画、ギーに合わせる方ですね。ここは、これは普通のハンドドリップのコーヒーではギーはちょっと重いんですよ。ミルク感が強い獣かと、ミルク感が強い感じなので、ギーを使うときは僕はブリッカのいわゆるモカというものをおすすめしています、うん、で今日はブラジルの深入りのコーヒー、甘苦味のブラジルを 20g 14クリックで引いて、今から 180cc の水を使って落としていきます。はい、これがね、多分ね、ちょうどいいぐらいです、攪拌するのに、うん、はい、ですので、久しぶりのブリッカ起動です。はい、はい、スイッチオンで火をつけてください。ついた。もうブリッカ簡単なので、20g でだいたいすり切り1杯分ぐらいなんですよ。で、20g の粉入れてお湯入れて、あとは火がその下の円から出ないぐらいのサイズ、そうね、うん、に調整して、あとは待つだけです。止めます。まだまだ。まだ。止めるの出てきてる。はい、もういいよ。止めてください。はい、どうぞ止めてください。止めました。あ、止めた。はい。OK、ではそのギーの中にブリッカで抽出したものを入れていってください。はい、これこのまま注ぐんだね。うん、全部入れるの？全部入れちゃっていいと思う。色がちょうどぐらいでしょ、さっきと同じぐらいかな。はい、まあこれお好みでですね、うん、であとオイル入れてもらって。あ、オイルね。はい、ブリッカーはね、こういうアレンジレシピにすごいマキネッタは使いやすいので、1台あるとすごく便利ですね。はい、じゃあ、カッパンお願いします。いきます。はい、いいんじゃない。はい、OK です。じゃあ、暮らしとコーヒーの動画、はい、ではギーバージョン、はい、ギーとマキネッタバージョンですね。はい、はい、飲んでみてください。いただきます。うん、ち、あうん、かなり、うん、濃い。濃いよね。濃いです。夏美店長はちょっと苦手なぐらい濃いですけど。これでもバター感だけ見てください、ちょうどよく混ざってないですか。確かに確かに、うんうん、はい、でギーはマキネッタのモカと合わせてこれぐらいの感じなんで、普通のコーヒーと合わせるとやっぱりちょっと合わないですね、あの勝っちゃうギーが。ですのでもしギーを使って作られる場合はこういう風なマキネットで作った濃いやつか、すごく濃く抽出した、それこそネルで抽出したようなコーヒーっていうのがギーにはおすすめかなと思います。これもやっぱり深入りの方が美味しいので、
こちらギーでやる時も深入りのコーヒーでやっていただけたらなと思います、うん、はい。ナッキンタイツどっちが好きでした？グラスフェットバターの、グラスフェットあっちの方が飲みやすいですね、はい、飲みやすいです、はい、はい。ということでバターコーヒー夏美店長に飲んでもらいました。はい、はい、2種類のギーを使ってマキネッタで作ったバターコーヒー、はい、それとハンドドリップでグラスフェットバターを使って作ったバターコーヒー、うん、夏美店長はこちらのグラスフェットの方が飲みやすかったと、はい、いうところですね。毎日続けるのって夏美店長と思います？作ってくれたら飲むな。なるほど、なるほど。毎朝これを作る感じで。飽きないかな、ちょっと心配ですね、はい、実際にこれ飲むと食欲が減退するというか、うん、っていう効果は一定以上、1週間以上続けると特に実感しやすいんじゃないかな、うん、ぜひ試してみていただいて、1ヶ月でどれぐらい痩せるのか、会う人はすぐに結果が出ます。すぐで、僕だって1ヶ月で4キロ落ちたから、ね、1ヶ月ね。なので、まあ、あんまりね急に痩せすぎるのも良くないんだけど、まあね、こういう風にバターコーヒーというのも、うん、最近コーヒーでは注目されてますので、気になる方は、うん、今回の動画を参照に試されてみてはいかがでしょうか。ダイエットっていう概念じゃなくても体にいい油を取るっていう意味でも、ね、そうですね。1日を仕事する中でこれで始まるとやっぱ頭の差異が全然違うので、うん、そのあたりも試していただけたらなと思います。はい、はい、どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画いかがでしたでしょうか。気に入っていただけましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、また Twitter、Facebook、Instagram と SNS もしておりますので、そちらの方もフォローいただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。お願いします。で、今回ぜひこのバターコーヒーうん、飲んでみて私はどうだったっていう感想はコメント欄までいただけると嬉しいです、はい、ブラジルで一番美味しいコーヒーのウォッシュロですね、はい、は、この後予約を再開しますので、はい、そちらの方もお見逃しなくよろしくお願いいたします、はい、で今週の日曜日ですね、うん、明後日はいよいよ声優のレジェンド声優の幸次郎千恵ちゃんが再降臨ということで、はい、うん、彼女にコーヒーを教えるという内容で日曜日の本放送はやっていきます、はい、ぜひこちらの方もチャンネル登録をしてお見逃しなくよろしくお願いいたします。お願いします。はい、では、はい、良い週末を。良い週末を。